モンセラート・カバリエは、カタルーニャ生まれのオペラ歌手で、優れたベルカント歌唱技術とロッシーに、ベッディーニ、ドニゼッティラのベルカントオペラの初役での優れた歌唱で、名高い。カバリエは、バルセロナで生まれ、理性音楽院で学んだ。1956年にバーゼル歌劇場に加わり、1957年、ボエームの耳役で、プロのオペラ歌手としてデビューした。 1960年、1961年シーズンには、ブレーメン歌劇場に登場した。1962年、彼女はバルセロナに戻り、リセウ歌劇場での初舞台を踏む。1964年、彼女はテノール歌手のベルナベー・マルティと結婚した。カバリエが世界的に知られるようになったきっかけは、1965年。 ニューヨーク市のカーネギーホールで行われた演奏会形式のルクレツやボルジア上演で病気でキャンセルしたマリリンホーンの代役を務めたことである。彼女の歌唱はセンセーションを引き起こしオペラ界にその名を知らしめた。それまでモーツァルトやドイツオペラを主なレパートリーとしていたカバリエはこの公演をきっかけにしてベルカントオペラにレパートリーを移行していく。 同年後半、カバリエは、グラインドボーン音楽祭及び、メトロポリタン歌劇場に、グノーの、ファウスト・でマルグリットを歌って初出演する。また、1970年には、ドニゼッティの、ルクレツヤ・ボルジアを歌いミラノス・カラザス役デビューを、また、ビオレッタ役で、ロイヤル・オペラ・ハウスへのデビューを果たす。彼女は、ベルカント・オペラを当たり役としているが、バロックからベルディ、バーグナー、 プッチーニ、さらにアール・シュトラウスの元帥夫人や、サロメの主役に至る実に80もの役柄を立った、経験がある。また彼女は、リサイタルも得意で、特に母国スペインの歌曲の歌唱が名高い。カバリエの声は純粋な性質、正確なコントロールと、力強さが顕著である。彼女は劇的な才能や演技力よりは、高度な歌唱力や陰影に富んだコワイロ。 そして絶妙なピアニシモが評価されている。彼女は一時ポピュラー音楽の世界にも踏み出し、イギリスのロックバンドクイーンのボーカルで、カバリエを尊敬していたフレディ・マーキュリーとのデュエット、バルセロナは1992年、バルセロナオリンピックのテーマ音楽となった。二人は共作で、日本の美を表現した、ラ・ジャポネーズという曲も存在する。新日課のフレディがクイーンとして出している。 手を取り合って、以来の日本語でのボーカルを担当している曲である。彼女はステージを引退し、以後様々な事前活動に貢献している。彼女はユネスコ親善大使にも就任しており、バルセロナで貧しい子供たちのための基金を設立した。2018年10月6日、バルセロナの病院で死去。85歳。スペイン語では、 語尾のシ因ンがほとんど発音されない傾向があるため、日本ではモンセラの表記も多い。なお、カバリエはカタルーニャ出身であり、カタルーニャ語の発音は IPA 表記ではマンズ・ラットとなり、ムンサラートもしくはムンサラーが近い。カバリエの娘のモンセラーとマルティはやはり歌手で、二人は時々共演したことがある。ありがとうございます。